南洋島の空中写真国土交通省国土画像情報をもとに作成南洋島原生自然環境保全地域5月17日に指定された日本の原生自然環境保全地域南洋島全域が指定されておりこれまで人間の影響が希薄であったことにより原生の自然がよく保たれている原生自然環境保全地域の中では 唯一全域が立ち入り制限地区とされている。南洋島は東京から南南東約1300キロの北二24度13.7分、東経141度27.7分に位置している。緯度的には台湾の中部にあたり北海域線のすぐ北側にある。南洋島の北約60キロには同じ火山列島に属する洋島があり、 小笠原諸島の父島からは330キロ離れている。また、南東約540キロ先には、マリアナ諸島の北端にあるファラリョンデ・パハロス島がある。南洋島は、ほぼ南北方向に伸びる、全長約1200キロ、幅約400キロの東湖である伊豆小笠原湖の最南部に位置している。伊豆諸島や火山列島を構成する島々は、 伊豆小笠原湖の火山フロントである七島、伊王島海嶺に属し、258万8000年前以降の第四期に活動している火山であるが、南王島もやはり第四期に火山活動によって形成された火山島である。南王島がいつ頃島として誕生したのかについてははっきりしていないが、採集された岩石の分析から地磁気の逆転が見られないため、 数十万年より新しいと考えられている。日本列島のように、かつて大陸と地続きであったが切り離された島を、大陸島と呼ぶ。一方、海洋堤から火山活動によって誕生し、これまで大陸と一度も地続きとなったことがない島を海洋島ないし、太洋島と呼ぶ。伊豆サワラ湖の火山フロントである七島、洋島海嶺に属する南洋島は、 典型的な大洋島である。島の面積は3.67平方キロメートルで、周囲は約7.5キロであるが、伊豆諸島と小笠原諸島の中で最高峰である916メートルの山がそびえ、島の海岸線は湾や入り江などの出入りがほとんど見られず、大小の岩に覆われた5メートルから50メートルの幅の浜辺があり、砂浜はほとんど見られない。そして浜辺の背後には、 数十メートルから200メートルの海食崖が,けが発達している。山体は平均斜度45度に達する急斜面で浸食が進んでおらず火山体の原型を比較的よく止めている。北西部が最も傾斜が緩やかであるが、その部分でも斜度30度に達する。また、南洋島の地形の特徴としては、川や湖床などの淡水系が全く見られないことも挙げられる。 南洋島を構成する岩石は玄武岩であり、堆積比では溶岩流とアグルチネートが島のほとんどを占める。島の急斜面が保たれているのはこのアグルチネートによるもので強く溶結されている。山頂部には直径約150メートル、深さ30から40メートルの東側に解析された河口がある。河口の東側は崩落しており、 噴火の記録はなく、現在噴気活動も認められない。山体全体も東斜面が、西斜面よりも侵食が進んでいる。また、南洋島には確認されているだけで254本の岩脈が貫入している。島の周囲の海域では、珊瑚礁の発達は悪く、海岸線に外洋の波浪が直接打ち付けるようになっている。南洋島周囲は、 水深40の50メートル付近までは緩やかな傾斜であるが、それ以心では急速に振動ます。そして、南洋島の北東約5キロには、しばしば活発な火山活動が観測されている海底火山である福徳岡の場がある。南洋島の誕生は数十万年前と考えられる。まず溶岩の流出を繰り返しながら小型の飛散体が成長していった。 短い噴火の休止期に続いて、再び溶岩の流出などの火山活動が続き、今の南洋島山頂よりも少し東側に、被山体が成長していった。その後、現在の山頂部からの噴火が始まり、現在の南洋島が形成された。その後、火山活動は、南洋島の北東約5キロの福徳岡の場に移り、活動が休止した。 南洋島では侵食活動によって現在の形となったと考えられる。1、南パ線の乗組員以外、これまで人が定住することがなかった。南洋島では気象観測が継続的に行われたことがない。南洋島に最も近接する硫黄島の気象データなどからは、南洋島では山頂部まで熱帯、亜熱帯上緑紅葉樹林が成立すると、 考えられるが、実際には、標高約500メートル以上の島の上部では、日常的な雲霧の発生に伴い雲霧体が形成され、木の幹に多くの種子植物、シダ植物、コケ植物の着生が見られる、雲霧林の形成が見られる。南硫黄島以外の小笠原諸島では、雲霧帯は標高が高い北、硫黄島や母島の山頂部に見ることができる。 南洋島の雲霧林には多くの希少植物が生育しており、これまで人の手が加わっていない熱帯、亜熱帯の雲霧林の状況を知ることができる。南洋島、円形南洋島は産後礁の発達が悪い上に湾や入り江がほとんど見られないため、外洋の波浪が海岸線に直接打ち付けており、上陸自体が困難である。島自体も 公共ほどの大きさの島に916メートルという山がそびえ、平均者度45度という極めて険しい地形であり、また真水もほとんどないことから人間が上陸した記録自体が少なく、これまで開発の手が入ることがなかった。南洋島の発見は1543年、スペイン戦産ファン号による火山列島発見時のこととされる。 その後も来た太平洋を航海する船によって目撃された記録が残っている。1885年末、函館を出港した松尾丸が遭難、漂流の結果、南洋島に漂着し、乗組員のうち3名が救助されるまでの約3年半、島で過ごした。また、第二次世界大戦終了直後、アメリカ軍によって、 南洋島で一人の日本人が発見されたとの話が伝えられているが不確実である。しかし南洋島を開発しようとする試みがこれまで全く行われなかったわけではない。1896年から北洋島の開拓を始めた伊志の平野城は火山列島を構成する北洋島、伊洋島、南洋島すべてを調査した上で北 医療島の開拓に乗り出したと伝えられており、また1917年には医療島の住民が南医療島に上陸し、砂糖キビなどの栽培を試みた。しかし、上陸自体が困難である上に、島自体の極めて険しい地形、そして真水が極めて乏しいという悪条件は、このような開発の試みを挫折させたと考えられる。人間による開発の手が及ばず、 鉄数の原子の自然が残された南洋島は、やがてその貴重な自然環境が注目されるようになった。1930年に南洋島で採取され、小笠原栄林所で栽培された植物が中井竹之進の手に渡ったことにより、南洋島の生物が最初に学会にもたらされることになった。そして1935年10月、 小笠原エリン署による植物調査が実施され、標高約700メートル付近まで調査を実施して、多数の植物標本を持ち帰った。これが初めての南洋島の学術調査である。翌1936年3月、より本格的な植物調査が実施された。この時の調査では、島の南西部から登場を行って初めて島の最高点に到達し、 海岸部から山頂部まで調査を行うことに成功した。調査では、イカンタバ植物89種を採集し、南洋島の植物症の特徴が捉えられるようになった。1968年6月の小笠原諸島の日本復帰後、人間の影響が極めて希薄で、自然環境の調査が進んでいない南洋島についての関心が高まっていった。 まず1969年7月には、潮類調査を目的として、文部省の調査船が、南洋島周辺を調査し、同月、東京都建設局公園緑地部の調査船も、調査のため南洋島を一周した。1972年10月、南洋島は、小笠原国立公園の区域に指定され、1972年11月には、南洋島全体が、 天然記念物に指定された。さらに1975年5月、環境庁によって人間による環境への影響が少なく原始の自然が残されている地域として自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域に指定された。1979年4月には地質調査所が南洋島の岩石採集を目的として上陸調査を行ったが、 天候急変のために数時間で調査を切り上げざるを得なかった。1981年6月には国土庁が岩石採集を目的とした調査を試みたが高波のために上陸を断念した。1981年6月、日本志田の会の調査員が上陸に成功し130メートル付近まで登頂を行い新たに13種の植物を採集した。環境庁は 原生自然環境保護地域に指定された5カ所の総合的な学術調査を昭和55年度から実施した。その中で南洋島も1982年6月に総合的な学術調査が実施された。1936年以来46年ぶりに海岸部から山頂まで各市調査が実施され、これまで多くの謎に包まれていた南洋島の貴重な地形。 地質、土壌、植物、動物などの自然環境が明らかになってきた。この時の調査結果を踏まえ、1983年6月、南洋島全体が原生自然環境保護地域の立ち入り制限地区に指定されることになった。2007年6月、東京都環境局と首都大学東京の手によって25年ぶりの南洋島調査が行われた。これは、 小笠原諸島が世界遺産の自然遺産の候補地とされる中で調査回数が少なく未だ全貌が明らかとなっていない南洋島の自然環境についての調査を実施し人間からの影響が極めて少ない海洋島である南洋島の生物多様性生態系のあり方や生物進化の過程を知りそして南洋島への外来生物の侵入状況を把握することが 小笠原諸島の世界遺産としての価値を証明するためにも必要と判断されたためであった。2007年の調査では1936年、1982年に続き3回目となる山頂までの総合調査が実施され、南洋島の自然環境について貴重な知見を得ることができた。また2007年の調査時は人間からの影響が最小限に抑えられている。 南洋島への外来種の持ち込みを避けるために、島内に持ち込む荷物をクリーンルーム内で殺虫剤の訓定を行い、調査隊員の排泄物やゴミもすべて持ち帰るなど、調査によって南洋島の自然環境に影響を与えぬよう万全の体制をとった。2017年6月、東京都、首都大学東京、日本放送協会の 合同による南洋島学術調査が実施された。立ち入り困難な場所も多いため、科学者らはロッククライミングの専門家から事前に指導を受け、マルチコプターによる空撮も使用された。この記録は2018年の NHK スペシャルで放送された。南洋島でこれまで行われた本格的な学術調査は、1936年、1982年、2007年、 2017年の4回に、過ぎず、4回とも山頂部までの調査が実施されたものの、すべて島の南西部からほぼ同一コースを取って、山頂を目指したため、海岸部を除くと、島の南西部から山頂への登頂ルート周辺という、島内のほぼ同一地域の調査に限られている。また戦後の1982年、2007年、2017年の調査とも、天候が、 比較的安定していて、台風も少なく、波が一番穏やかな季節とされる6月に実施されており、冬季に南洋島で繁殖活動を行っている可能性があるとされるアホードリ類の調査が進んでいないなど、まだ南洋島の自然環境については調査が進んでいない部分が残されている。タコの木、南洋島の自然環境の中で、 最も研究が進んでいるのが植物に関する分野である。これは1982年の総合調査より前に、戦前の1935年、1936年、そして1981年には、日本シダの会によって調査が行われた経緯があり、一番調査研究が長く行われていたことによる。これまでの南洋島での植物調査によって確認された、 イカンタバ植物は、シダ植物44種、草脂用植物59種、単脂用植物26種の、計129種である。なお、南洋島から、ラッシュ植物は確認されていない。南洋島の植物の中で、最も共通種が多いのは、小笠原群島と、北大島、南洋島で、共に7割近くに達している。しかし、南洋島には、 小笠原群島を飛び越え、伊豆諸島や日本本土、遠く、アジア大陸との共通詞もかなり見られる。そしてマリアナ諸島をはじめとするミクロネシアは、小笠原群島よりも南洋島の方が近いが、ミクロネシアと共通すると考えられる植物は、南洋島よりも小笠原群島の方が多い。これはミクロネシアから小笠原群島に植物がやってきた頃、まだ、 南洋島をはじめとする火山列島が誕生していなかった可能性が指摘されている。また距離的に遠いアジア大陸などからの植物は風によって運ばれてきた可能性がある。南洋島の植物省を構成する種の数は島の広さと標高から推定される数字を下回っている。面積の割に種が少ないことは太陽島の特徴の一つであり。 南洋島の場合誕生してからの期間が比較的短いことなども原因している可能性がある。しかし、南洋島の植物の生物多様性は豊かであるとは言えないが、後日のように多くの絶滅危惧種が生育しており、特に山頂近くの雲舞帯には多くの希少種が見られる。南洋島の植生は大きく分けて海岸部の犬遺聖低木林帯、島の中原を中心に広がる。 山地上緑紅葉樹林帯、そして島の上部に見られる木星枝や総本植物群落の三つに分けられる。海岸部から標高200から300メートル付近までは断崖が多く土壌に乏しい地域であり、保水性が悪いため土地は乾いていることが多い。このため仙台やタコの木などの群落が発達している。また、標高200から300メートル以上では、チギや、 大橋戸鉄などの上緑紅葉樹林が広がっている。そして、標高400メートル以上では、コブガシハヤシが広がっているが、コブガシハヤシは海鳥たちの巣穴が集中している。地域と重なるため、小さな植物が極めて少ないという特徴を持っている。さらに、標高500メートル以上の地域は雲霧林となり、コブガシの幹には、コケ植物、シダ植物、 出子植物の着生が見られる。標高600から700メートル以上は、火山列島固有種の枝内無人ヘゴなどの木製シダの群落や、ガクアジサイ、ヒサカキの群落、さらには総本であるススキの群落などが見られる。特に、枝内無人ヘゴ群落は幹に、多くの種子植物、シダ植物、コケ植物の着生が見られ、雲リ林としての特徴をよく示している。 またガクアジサイ、ヒサカキ群落は、北洋島、そして、八丈島の八丈富士にも分布しているが、父島や母島などの小笠原群島では見られない。これは、南洋島や、北、伊黄島のような高い山が、小笠原群島にはないためガクアジサイや、ヒサカキの群落が発達せず、さらには、小笠原群島ではなく、伊豆諸島、日本本土そしてアジア大陸との共通種が、 南洋島に見られる原因も島の標高の高さが原因であるとの説がある。南洋島には23種の絶滅危惧種、純絶滅危惧種が記録されている。2007年の調査では、うち18種が確認されており、長場コーラ星、細バチケシダ、オートキイヌビは、無人かカラスウリ、ムニホウズキ、南海シダの6種は、南洋島の個体数が、 日本全国の個体数の5割を超えると見られている。2。特に細チケ消し品は東ヒマラやフィリピン、台湾に分布しているが、日本国内では薬島と南洋島しか分布しておらず、しかも薬島では薬鹿の食害によって絶滅の危機に瀕しており、南洋島の群落は極めて貴重である。これら絶滅危惧種、 純絶滅危惧種の大半が標高750メートル以上の山頂近くで確認されている。うち800メートル以上の地域では1982年2007年の調査で比較的安定した個体数を保っている種が多かったが、700メートルから800メートルにかけては2007年の調査では個体数が減少、消滅した絶滅危惧種。 純絶滅危惧種が多いことが判明した。また、航空写真の比較や調査に参加した人への聞き取りなどから、1982年に比べて2007年は、クモ雲霧林が減少した可能性が指摘されている。クモ雲霧林に多く生育する、南洋島の絶滅危惧種、純絶滅危惧種は、地球温暖化などによる環境の変化によって、発生する気候の変動などによって、 大きな打撃を受ける可能性がある。2007年の調査では南洋島で7種の外来種と考えられる植物が確認された。これは南洋島で確認された遺タバ植物の5.4%であり、他の小笠原諸島の島々に比べて著しく低い数字になっている。また外来種の分布状況は島内各地に散在しており、これも また人間による格乱を受けていないことを示している。しかし、1982年には確認されていない。シンクリノイガが南洋島の各所で生育しているのが確認された。シンクリノイガは、小笠原群島では南東などで問題となっている。外来種で、南洋島には鳥の羽毛に付着するなどして持ち込まれたと考えられている。人間の立ち入りが原則禁止となっている。 南洋島であるが、鳥などによって今後も外来植物が侵入する可能性がある。南洋島で生息が確認されている哺乳類は小笠原王モ森のみである。他に小型の翼種類やネズミ類の存在も想定されたが、1982年2007年の調査では小笠原王モ森以外の哺乳類の生息は確認されなかった。 小笠原大コウモ森は、父島列島、母島列島、火山列島に生息する、翼を広げると約1メートルになる大型の6種類で、かつては、父島や母島で、多数の小笠原大コウモ森が生息していたが、戦後のアメリカ統治時代に食用として、グアム島に売られたり、農作物に被害を与えるために、駆除されてしまったりしたため、数が激減し、 天然記念物と種の保存法により、国内気象野生動植物種に指定されている。現在の生息数は、南洋島以外では、父島に百の百六十頭、北、硫黄島に、数十頭、母島、硫黄島に、少数の生息が確認されている。三南洋島では、戦前に小笠原王孔森の生息が確認されて、いたが、九百八十二年の調査によって、 約100頭から数百頭の生息が推定され、他の島に生息する個体よりも、全体の色彩が明るいこと、そして昼間に活動するという特徴が報告された。また、南洋島の小笠原王孔森は、主にタコの霧やコブガシの果実を食用としていることが確認されたが、穴鳥の頭部を食べている場面も目撃されており、状況によっては肉食も行っている可能性が指摘された。 2007年の調査時も100から300頭程度の小笠原王子おもの生息が確認された。1982年の調査時と同じく昼間の活動が確認されたが、昼間の活動は食物探索の合間に休息をしている可能性があり、また夜間も活動していることが確認された。これまで小笠原王子おの生態について調査が行われた父島、母島、北。 洋島ではいずれも昼間の活動は確認されず、夜間の活動のみであった。南洋島のみ昼間に小笠原王モ森の活動が行われる理由としては、猛禽類が生息しておらず昼間に活動しても捕食される恐れがないことと、慢性的な食物不足のために昼間も食物探索に当てねばならないなどの理由が考えられる。1982年の調査時にも指摘された、 他の生息地域の個体よりも色が明るいという特徴は2007年の調査時も確認された。2007年に捕獲された個体を観察した結果、体毛の生え際は他の地域の個体の色と変わらないと見られるため、南洋島の小笠原王孔森の特徴である昼間の活動や急旬な地形のため日光を遮るものが少ないために紫外線などにより、 好天的に色が変化した可能性が高いとされた。2007年の調査時、小笠原大モ森はタコの木の実の他に、島大谷渡りと南蛮から虫の葉を食用としていたことが確認された。これは2007年の調査直前に台風が南洋島付近を通過しており、その影響で、 一い食物不足に陥っていた可能性があり、島大谷渡りと南蛮ラム虫の葉は緊急的に利用していた可能性もある。また2007年の調査時に捕獲された小笠原大リ森べてに一しい葉の摩耗が確認され、顎の噛む力も強かった。葉の一しい摩耗が台風通過直後の食料不足に伴う一時的なものか、 慢性的な食料不足による持続的なものであるかは現在のところ不明である。小笠原諸島の島々では外来種としてクマネズミなどのネズミ類が侵入し生態系に悪影響を与えている。例えば北硫黄島で戦前繁殖が確認されていたオストンウミツバメ、クロウミツバメ、セグロミズナギドリはクマネズミの影響で北硫黄島では 繁殖が行われなくなったものと推定されており、父島列島、母島列島、向島列島にはほとんどの島にクマネズミが侵入し、植生や鳥類、陸産海類などに被害を与えていることが明らかになっている。南洋島はこれまで人間が生態系に与えた影響が極めて小さかったと考えられているが、船の難破や開墾の試みなど人間との関わりが皆無であった。 わけではない。また、ネズミ類は短距離ならば、海を泳いで分布を広げるとの報告もある。そのため、1982年、2007年の学術調査の際に、ネズミ類の生息の有無の調査が行われた。1982年の調査時は、島内に設置した罠に全く捕獲されず、また島の南岸にあった南波線の生米が全くネズミ類の食害に、 あっていなかったことが確認されたため、ネズミ類は生息していないものと判断された。2007年の調査時も罠の設置や食根の調査を通じてネズミ類の存在について確認されたが、やはり生息していないものと考えられた。この結果は、南洋島が人間からの影響がこれまで極めて小さかったことを物語っている。赤尾熱帯町1982年の調査時。 南洋島では、オナガミズナギドリ,ナドリ、カツオ鳥、赤尾熱帯鳥、白タ水なぎ鳥、シロクロウミツバメの6種の海鳥、そして、赤カガらカラスバト、ハシブトヒヨドリ、イソヒヨドリ、ハシナガウグイス、イオウジマメジロ、小笠原カアラヒワの6種の陸鳥が繁殖ないし、繁殖している、可能性が高いとされた。2007年の調査ではセグロ水なぎ鳥も、繁殖している、 可能性が高いとされ、2017年の調査では、赤足かつ踊りの映像が確認された。現在のところ海鳥8種、陸鳥6種が繁殖ないし繁殖を行っている。可能性が高いとされている。うち海鳥であるセグロミズナギ鳥、シロハラミズナギ鳥、クロウミツバメ、赤オネッタイチョウ、陸鳥の赤頭カラスバと、小笠原カワラヒワは、2006年に改定された。 レッドリストに記載されている。特に黒海ツバメは南洋島が現在確認されている全世界で唯一の繁殖地である。このように希少な海鳥、陸鳥が繁殖する南洋島を含む火山列島は重要野鳥生息地に指定されている。南洋島の海岸部にはオナガミズナギドリ、アナドリ、カツオドリ、アカオネッタイチョウの映像が確認されている。うち、 赤尾熱帯町は、日本国内ではこれまで、北大島、南鳥島、西の島で繁殖が確認されているが、いずれも十0つ程度の映像で、数十つが以上が映像しているとみられる。南洋島は、日本国内最大の繁殖地であると考えられる。地面に穴を掘って映像する白原水なぎ鳥、黒海ツワメ、セグロ水なぎ鳥は、 南洋島の標高400メートル以上の土壌の発達が良い場所を選んで映像をしている。2007年の調査では、白原水なぎ鳥は標高400メートルから山頂付近まで黒海ツバメは標高700メートル以上、セグロ水なぎ鳥は標高800メートル以上で確認された。1982年の調査では、白原水なぎ鳥と黒海ツバメは 標高750メートルを境に、住み分けがなされているとされており、白原水なぎ鳥の映装地が25年の間に拡大した可能性が指摘されている。白原水なぎ鳥は、北西派愛諸島と小笠原諸島のみで繁殖が確認されており、戦前には小笠原諸島の5つの島、戦後は南大島と北の島で繁殖が確認されているが、 1978年以降、北の島で確実な繁殖が報告されておらず、南洋島の繁殖地は全世界的に見ても貴重である。2007年の調査によれば、南洋島では推定数万から数十万のつがいに及ぶ多数の白原水なぎ鳥の繁殖が確認されている。セグロ水なぎ鳥は2007年の調査でも繁殖の実態がはっきりせず、 繁殖数も6000つ害程度ではないかとの推定がなされているのみであるが、他に確認されている繁殖地が父島列島の東島のみであり、南洋島の繁殖地はやはり貴重であると言える。そして黒海燕は戦前、北、硫黄島での繁殖が確認されているが、戦後は繁殖が確認されていない。これはクマネズミによる食害の影響によるものと推定されている。 そのため現在確認されている黒海ツバメの繁殖地は全世界で南洋島のみである。南洋島での繁殖地外は数万から十万程度と推定されているが確認されている全世界で唯一の繁殖地である南洋島の重要性は極めて高い。南洋島では生息する海鳥の数が極めて多く海岸部から山頂にかけて 多くの海鳥に埋め尽くされている。南洋島と比較的似た環境にあると考えられる北洋島との大きな違いの一つに、南洋島では土壌中に多くのンが含まれていることが明らかになっている。これはかつて人が居住していた北洋島ではネズミ類の捕食によって海鳥の数が激減してしまったのに対し、有史以来無人島である南洋島では 海鳥が多く生息する環境が保持されているため、鳥の糞や死骸からリンが供給され続けていると考えられる。そして豊富なリンに恵まれた土壌は、南洋島の植物省などの豊かな生物省を維持し続けるのに大きな役割を果たしているとみられる。陸鳥類は、ハシブトヒヨドリ、ハシナガウグイス、イオウジメジロが、島内の広範囲に分布し、特に、ハシナガウグイス、 洋島メジロの数が多い。小笠原河原ヒワは絶滅危惧種に B に指定されているが、標高100メートル以下の低い場所に生息しており、個体数も多くないと考えられる。赤頭カラスバトは小笠原群島全体でも生息数が数十は程度と推定され、絶滅が危惧されている。南両島では島の広い範囲で生息しており、 数十羽の生息が推定されている貴重な生息地である。1982年の調査時には、かつて伊王島に分布していたが絶滅したマミジロクイナの生存の有無について注意が払われたが、発見されなかった。また陶器に繁殖を行うアホードリルやオーストンウミツバメなどについては、1982年、2007年の調査とも6月に行われたため、 現在のところ南洋島での繁殖状況は不明である。2017年の調査では無人航空機によりがけの上を調査したところには赤足か踊りの集団繁殖が確認された。南鳥島や森南洋島では1982年と2007年の調査時に南鳥島や森と小笠原トカゲの生息が確認された。他の爬虫類そして両生類の生息は 確認されていない。特に両生類については、絶海の孤島である南洋島にたどり着くこと自体が困難である上に、生息に必須の淡水がほとんど存在しないためと考えられる。また、父島などに外来種として侵入している、グリーンアノオールなども現在のところ南洋島に侵入していないものと考えられる。南鳥島や森は、日本国内では、 南鳥島に生息が確認されており、国外ではミクロネシアに分布している。小笠原トカゲは、アジア、太平洋、インド洋地域に広く分布するブートンヘビメトカゲの位置、アッシュであるとされてきたが、最近の研究では、独立種とされることもある。小笠原諸島に生息する小笠原トカゲは、ジ島列島、ジ島列島、母島列島の遺伝的変異が大きく、 同じ火山列島である南洋島と北洋島の個体の遺伝的変異も確認される。そして南洋島の個体は父島列島、北洋島は母島列島の個体と遺伝的に近縁であるという興味深い事実が明らかになっている。南洋島の昆虫については1982年と2007年の総合調査時に調査が行われた。 特徴としてはまず、南洋島の昆虫は広域に分布が見られる種が多いが、続いて、小笠原諸島の固有種が多く見られ、残りの種が、ミクロネシア、日本本土、東南アジアなどからやってきたと考えられることが挙げられる。つまり、南洋島の昆虫は広域に分布を広げている、首都小笠原固有種が中心となって構成されていると見られている。また、 南洋島全体としては、昆虫症は貧弱であり、灰類や飛びかつブシムシなどを除くと採集される昆虫も少ない。これは、南洋島の歴史の浅さ、3.67平方キロメートルという狭さ、そして淡水系が存在しないなどの制約によるものと考えられている。また、淡水系がないために、蚊や水生昆虫などが見られないという点も特徴として挙げられる。 そして大陸などから隔絶し、これまで一回も大陸と地続きとなったことがない太陽島である南洋島には島に到達して分布を広げることができた昆虫に偏りがあったため南洋島の昆虫省には一般的な昆虫省から見て貴重和が見られる。これは太陽島の生態系では多かれ少なかれ見ることができる特徴の一つである。貴重和の例としては 通常花粉の媒介を担っている昆虫は蜂や花チ類が中心となっているが蜂や花チが少ないため南洋島に分布している花を咲かせる被子植物の受粉は名画などガの仲間などがその役割を担っている可能性が指摘されているそして南洋島では活動的なアリ類がほとんど生息しておらずまたミミズ類も見られないこれらも大陸などから隔絶された 海洋島が本来持つ生態系の特徴の一つとされる。南洋島では肉食の哺乳類、爬虫類や大型の食肉昆虫、猛筋類が生息していないが、島内では数十万羽以上の海鳥が繁殖している。これら海鳥の排泄物や死骸などは、ハエ類やトビカツオブシムシによって分解され、直接の捕食者ではないもののハエ類やトビカツオブシムシが、 水鳥の捕食者の代行のような位置を占めていると考えられる。そのためハエルやトビカツオブシムシは南洋島内で大発生が見られる。また、南洋島の固有族とされる南洋姫カタゾウムシなど、南洋島では後ろ羽が退化している昆虫も見られる。これもやはり太陽島に生息する昆虫の中に見られる特徴であるが、 南洋島定着後に後ろバネが退化して、飛翔能力が失われた可能性と、もともと、後ろバネが退化して、飛翔能力が失われた昆虫が、南洋島にもたらされ、分布を広げた可能性が指摘されている。なお南洋姫片ゾウム氏族については、小笠原群島に近縁であるが、別族の小笠原姫片ゾウム氏族が広く分布しており、その関係性が注目されている。 2007年の調査では、南洋島では8種のアリ類が確認された。うち、南オムネボソアリとヨーヨツボシオアリの2種が新種として確認された。ヨーヨツボシオアリは、台湾から中国にかけて、近縁種が見られるが、南オムネボソアリは、東アジア方面には近縁種が見られず、祖先が、南洋島近隣から漂着した種ではない、可能性がある。 南洋島の昆虫症は全体としては貧弱であるが2007年の調査では父島と母島では絶滅したものとされていた小笠原原長花部が再発見されたり採集された昆虫の中でまだ分類が明らかになっていない種があるなどまだその全貌が解明されていないまた新種と考えられるクモ類、ササラダニ類が採集されたり世界でこれまで確認されていない 陸生の水虫や木の一種が採集されているなど、南洋島の生物症には、まだ明らかになっていない面が残っていると考えられる。2007年の調査で、その重要性が認識されたのが、カタツムリの仲間である、南洋島の陸産海類である。海洋島では、陸産海類が著しい適応放散を見せ、活発な種分化が生じることが判明している。 しかし海洋島独自の陸産海類は人為的な環境変化に脆弱で、これまで太平洋諸島では多くの陸産海類が絶滅したことが知られている。小笠原群島でも豊かな陸産海類が分布していることが知られているが、現在人間による開発や外来種の影響によって、その生育環境が危機に追いやられている。これまで火山列島では北洋島と洋島で、 陸産海類の調査が行われ、1982年の南洋島での調査結果と合わせて6種類の陸産海類が確認されていた。6種のうち火山列島固有種は北、硫黄島の一種のみで、歴史が浅い火山列島の陸産海類は小笠原群島の影響下にあると見られていた。しかし2007年の調査では9種が新たに確認され、うち4種は 南洋島固有種と考えられ、かつて父島に生息していたが絶滅したものと考えられていた卵なりえり巻き貝も再発見された。特に山頂部の雲無隊の陸産海類には高い種の多様性が認められた。南洋島で確認された13種の陸産海類の特徴としては、まず分類群の構成に偏りが見られた。そして54%の種が、 小笠原群島と共通種であったが、伊豆諸島と共通種のものが23%、そして琉球列島との共通種も15%存在していた。小笠原群島には生息していないが、伊豆諸島に同種内し近縁種が生息している例も見られ、さらには、比較的近隣にある北洋島との共通種は一種のみで、極めて共通性が低いことも判明した。4. このように、 南洋島の陸産海類は独自の生物多様性を持つ貴重な存在であることが明らかとなった。2017年の調査では新たに3種の陸産海類が確認された。うち琉球の未外属の一種は新種であると見られている。南洋島の生態系の特徴としては、まず人間の影響がこれまで極めて希薄であったことが挙げられる。このため外来種と見られる生物は、 2007年の調査によれば、イカンタバ植物では7種で、これはこれまで、南洋島で確認された全イカンタバ植物の5.4%に、当たり、小笠原諸島内で、比較的よく自然環境が保全されていると、考えられている北、洋島でも35種、21.0%の植物が外来種とされ、南洋島の数値が、極めて低いことがわかる。また、 植物以外で外来種と考えられるのは、ワモンゴキブリとコワモンゴキブリの2種のゴキブリ類くらいであり、南洋島の自然環境がこれまで人間にほとんど拡乱されていないことがわかる。南洋島が人間によってほとんど拡乱を受けていないことは、1982年と2007年の調査時にネズミ類の生息が全く確認されず、南洋島には ネズミ類が生息していないことからもわかる。これは現在、小笠原諸島内では、向島諸島の北の島、そして西の島以外には、ネズミ類の生息が見られるとされ、5、生態系に悪影響をもたらしているが、南洋島ではこれまで、ネズミ類が存在しない状態が保たれている。南洋島には、淡水系が存在しないため、失笑植物、 そして両生類やわずかな水たまりでも繁殖が可能であるかが全くいないなど水生動物が見られないという特徴が見られる。なお他の種類によっては海岸のタイドプールでも繁殖する種が存在するが南洋島では海岸線は大小のつぶてで形成されておりタイドプールが存在しないことも蚊が生息しない原因となっている。南洋島の生態系には面積や 標高の割に生態系を構成する種が少ない。島に到着する種は偶然に左右される面が大きい、ため、近隣の島に見られない種が存在したり、逆に近隣の島で見られる種が存在しなかったりする。また花粉媒介性の昆虫が少なく、肉食動物や大型の食肉昆虫などが見られないなど、通常の生態系から見て、貴重和な現象が見られるなどといった特徴がある。 これらは太陽島の生態系で見られる典型的な特徴であり、南イオウ島が典型的な太陽島であることを示している。また1982年から2007年までの25年間の間に外来植物のシンクリノイガが分布を広げたり、島のクモぎり林が減少した可能性があり、700メートルから800メートルにかけては植生が変化した可能性が指摘されるなど、 人の手が加わらない中でも生態系に変化が生じていることもわかる。人間や外来種による格乱に極めて脆弱である。太陽島の中でこれまで人間の影響を受けることが極めて少なく典型的な太陽島の環境がそのまま残されている。南陽島は多くの希少植物が生育する熱帯、亜熱帯性の雲霧林が存在し、 黒海メに代表される世界的に見ても貴重な海鳥の繁殖地でもあり、今後とも人間の影響が加わらない状態で保護することを目的として、1975年5月には自然環境保全法に基づき、原生自然環境保全地域に指定され、さらに1983年6月、南洋島全体が原生自然環境保護地域の立ち入り制限地区に指定されている。 また、南洋島の自然保護体制は、国際自然保護連合の自然保護地域カテゴリーの、厳政保護地域並びに、厳政自然地域に分類されており、国際基準的にも厳格な保護体制が、認められている。以上の参考文献のうち、小笠原研究33周載の諸論文は、首都大学東京の機関リポジトリより閲覧が、可能である。東京都環境局、 南洋島自然環境調査2007年、ありがとうございます。